まあトランプっていうのはね、本当にマスコミをこう操るのはうまいね。悪いニュースもいいニュースもね、こう自分のものにしていってしまう。と油断するとね、彼はもうマスコミをね、自分の、まあ、メガホンに使うの。メガホンって最近言っても知らない人が多いんだけど、若い人は。次から次へ俺が大統領になりたいっていう人がこうやって手を挙げてくるんですね。これはもうトランプにとっちゃですね、ありがたい話なんですよ。要するに票が分散するから。まあ最終的にはね、こんなたくさん途中から落ちていきますけどね、お金がなくなると大体みんな脱落するんで、落ちていくんだけれども、たくさん出てくることがトランプにとっては有事だよね。やっぱり民主党側がもう大体バイデンさんで行こうっていうふうに意見がね固まりつつあるので、そうすると誰も見たくないこの老対決、バイデントランプ対決っていうのもですね、来年本当に現実のものになるのかと。ニュースオフェードスタートです。これはもういつからやるって事前に言う人たちはいないんでですね、それはやっていたことだろうと、まあ表明をしたということでしょうけれども、これでますます長引くだろうと思います。最近ではですね、ウクライナのダムの爆破や決壊が話題になりましたけど、客観的に見ればですね、ロシアが攻勢を受ける前に仕掛けたということだろうと思いますね。ロシアがウクライナ側の反転攻勢を止める意図があり得るんですが、ウクライナ側にとっては自国で災害を起こすメリットはないわけですから、お互いにこれから相手がやったことだという、いわゆる偽旗作戦というのをやってですね、情報を混乱させるということは、これからますます起きてくるだろうと思いますね。ウクライナが強くなったら大丈夫ということはない。被害を受けるのはやっぱりウクライナの人々だということを忘れないようにしなければいけないと思います。ニュースオペードスタートです。日本は伝統的にというかですね、ずっとその難民に関しては意外と冷たい国家というふうに見られているので、今回もその流れの中で少し改善する方向に行くのかなと思ったんですが、あまり変わらなかったかなという気がしますね。で、これはやっぱり地政学的にということもあるのと、あとですね、やはり日本の特殊なですね、人種構成の事情なども含めて、次には変われないのかなということが言えると思います。とは言いながらですね、やはり G7 サミットの、まあ、今年は議長国でもあったんですが、もう少しですね、ヨーロッパ型の人権とか人道的な立ち位置というか国家運営というのをそろそろそちらに切り替えていかないと、結果としてですね、あっという間に抜かれる可能性もあるので、まあ、この長い50年100年を見据えた国家運営をするんだったら、この辺りの難民とかですね、あるいは、まあ、そういう意味での移民とかの問題も含めて転換する今時期に来たんじゃないかというふうに思います。ニュースオペードスタートです。アルトマン CEO 孫会長との面会を明かすということで、オープン AI を作ったチャット GPT を含めた AI の新しい生成 AI の発展というのはですね、日本政府とかがですね対応できるレベルではないので、もう単純に一緒にやるという選択肢しかないと思います。今回、まあ、アルトマンは絵画とかですね、絵とかそちらの方を日本を優先すると言ったんですが、結局全ての AI を作っていくにはとってはですね、プロンプトエンジニアリングというのが必須になっているんで、まあ、そのコアとなる会社を日本で探していたと。で、元からの、まあ、知り合いでもある孫さんとですね、アルトマンの方で話をし始めたというところなんですが、まあ、こういう話をして始めたという時はもう大体決まってます。おそらくソフトバンクが、まあ、日本の今後いろんな形での派遣というかですね、この AI の派遣を取りに来たのかなというところで、敵はほとんどいないんじゃないかなと思いますね。ニュースオペードスタートです。日本政府が北京で処理水説明会、中国は反対ということですが、今回のこの処理水という言葉、私はもうこれ中国共産党じゃないんですけどね、汚染水だと思ってるんですよね。その汚染水についてのまあ日本政府のあれと中国政府、まあ、あるいは他の科学者もそうですけど、見方が違うんですね。ただしトリチウムというあれは普段の原発からも出てましてね、各国ともこの、まあ、量相当違うんですけどね、なかなかね防ぎようがないところが問題なんですけど、いずれにしてもこの配慮放出の前にですね、またいっぱいになってまた放出するってことになるんでね、基本的にこの汚染がまあ、地下水が流れ込まないように完全に遮断しない限り、この汚染水問題は永久に続きます。今回に限ってですかね、まあ、中国政府の政治的な思惑が多分あると思うんです。基本的には、ね、彼らが言ってることが正しいと思いますよ。
ニュースオペードスタートです。確かに一理あるんです。もう出せば法案通りますからね。審議拒否するだとか体を張るとかそういうことをしない限り、今の野党の先生たちが体張ったところで通るんだと言いますが、これだけの騒ぎになれば国民は国会の異常性を知るじゃないですか。だからこの異常性を知らしめるためにも大胆なことをやらなきゃダメなんだっていうふうに彼は新人議員の頃から言ってましたね。そのくらいね、法案の真剣、ある意味では命を懸けたんです。そういう真剣さ、確かに田中さんおっしゃるように今の野党議員にはない。でマスコミがそれを取り上げとしない、心情として非常に誰のために政治をやってるかということを考えると、彼の責任感からするとああいうことはまあ取り得たんだろうな。お行儀が良くなかった頃、牛歩してたり議場で乱闘してた頃の方が与野党が拮抗してたんですよ。いいとか悪いとかともかく、今その行儀は良くなったかもしれないけど、出される方は全て悪法が通ると、果たしてどっちがいいかということなんですよ。ニュースオペードスタートです。一番その日本にとってもですね、心配されるのが台湾問題ですよね。で台湾問題に関してはもう全く譲歩しないということを、ね、はっきり中国は言ってるんでね。とりわけね、これ習近平さんは異例の今3期目に入ってるわけですよね。長年中国のトップにいて、革新中の革新である台湾問題全く進展していないんじゃないかっていうですね、批判なり不満が国内から起きてくる可能性があるんです。権力持ってる人間が陥りやすい罠で、長くやってればやってるほど何か成果を、ね、見せないと自分は無能なトップであるというふうに、ね、思われてしまうっていうね。長く習さんがですね、やればやるほど台湾ね、これ武力解放も否定していませんからね。台湾というのは本当にこれ米中の間のみならずね、東アジア日本もね巻き込んで本当に懸念される問題だということで、まあそういうふうに、ね、ならないように最初のね対話をようやくね始めたということですよね。ニュースオペードスタートです。利用して国民全体にサービスを開始する前に総点検本部ができちゃうというところが、トラブルのレベルが低すぎて、このマイナンバー制度というのはきちんと情報の管理とそれから透明性が担保されてればどんどんやっていかないといけないんですよね。使い勝手がいいから便利なんですが、一番実は困るのはこれ役所の方なんですよ。自分たちの仕事を失われるから。例えばチャット GPT の導入とかも一番反対するのは最後は役人ですかね。シアトルの市役所もそうですけど、やっぱり2000人規模が20人ぐらいになっちゃうんですよ。自分たちの職が危ないとなるんで、意図的に やめてんじゃないかとぐらい、この20年間日本はこういう技術に対して後ろ向きでした。でその邪魔するのはもう必ず役人です。役人の仕事は自分の仕事を作ることですからね。増やしていくからね。はい、予算と部署を作っていくんですよ。形を変え姿を変えながら自分たちの場所だけを残していくんです。マイナンバーを検証する部署を作ってますよね、早速作りましたね。まあ、そういう人たちなんですよ、もう考え方が。だけどね、この制度そのものはやっぱり前向きに考えていった方がいいというふうに僕は思うよね。でないとその批判だけしてると前に進まないの。